島プレゼンツ。笑福亭鶴瓶。日曜日のそれ、日本放送。9月29日の日曜日、日曜日のそれ、もうこんな押し迫ってきたんですよね。はい、もう10月ですよ。ね、9月最後の日曜日でございます。お邪魔しています。早朝の番組朝ぼらっけのラジオパーソナリティ上柳正彦です。笑福亭鶴瓶です。よろしくお願いします。はい、いやいや、ほんまにもう押し迫ってるし、もう10月になったら今年もあと3ヶ月ですねっていう。まあね、ゾッとしますよね本当に。いや、俺らの年齢になってきたらやっぱほんまゾッとしますよ本当に。はい、ああ、どんな思ってるのか知らんけど、うん、おせちですさ、なんか見てはるで、もうこれ誰よ、全然目見えねえ、こっちは。どうなった、あ、鈴木おさむさんだ。おさむさん、おさむさん入っといてな、こっち。番組やってらっしゃいますからね。あ、番組やってんの？やってらっしゃいますよ。社長さんにお話を伺うというね。何やってんの？日本放送ですね。あの月曜日の社長っていろんな社長と、僕も起業家になりましたんで。いや、笑うとこじゃないです。いや、笑うと、いやいや、まあいろいろやってる。コメンテーターもやってるやんか、この間も。まあそれはコメント、はい、やらせていただいて。やめてた。はい、もうドラマも今ちょっとね、不倫のドラマヒットしてる。今そう、極悪女王っていうネットリックスの人ですよ。ダンプ松本やってるんです。ああ、そう、聞いた聞いた。あれ、はい、おそらく書いてんの？僕は企画プロデュースと脚本もやってまして。いや、多いですよ。いや、ほんと書いてんねや、だよ。いや、もうだから3月までに致死量を超える量をやってまして、ね。そう。はい。はあ、いや、と、そんな書いたら当たるよね、これ。そうですよ。はい、よう知ってるやろ？本当に若い頃に、鶴光師匠の番組の、サブの放送作家をやっていて、そう、はい、何か、本当です。粗相をされたかなんかで、ある日突然、丸坊主になって登場して。なんでやねん。どうしたんですか？それは、鶴光師匠の番組じゃなくて、別の、山本元気さんの、朝の番組で、組クイズがあるんですけど、はいはい、クイズを僕がその文章を間違えたっていうことで、うん、当時有名な万太郎さんっていう AD がいてですね。あ、万太郎。はい、万太郎洋さんいてんねんな。はい。で、万太郎さんに。万太郎やで。そうです。あれじゃない、クリじゃない万太郎がもう一人いましたんですよ。で、お前坊主にしてこいって言ってですね。万太郎だな。で、坊主にしてきました。鶴光師匠は本当に僕、もう3年ぐらいやってましたかね。優しいやろ、兄さん。で、ただあの方ちゃんと銀行を書くんですよ。うん、あ、そう。で、だから僕すごい勉強になりまして、うん、あの時代に何個エロのダジャレ考えたかわかんないです。いやいや、お兄さんは、はい、うちの、まあ、これ、うちの姉と同級生で、はい、同じ学校で、はい、学校で一番やってんだよ、はい。そうなんですか？そうやで。勉強できたんですって。あ、そうなんですか？もう、でも、家が貧乏やったから、上行く、定時制行って、そのまま話かなって、はい。僕は鶴光師匠で、何が感動したって、飲みに行った時に、本当にエロいんですよ。いやいや、うちら代々そうやよ。笑福亭はみんなそうやって。普段でもそうや。キャラクターにブレがないことに、僕はそれが感動いたしました。もう本当に。兄貴に、まあ、あんまり落語のこととか言わへんけども、落語のことだったら何でも言うといでやいって言うて、はいはい、で、まあ俺、ある話をずっとね、言うてたんですけど、真田広之さんの、お姉さんはファンなんですよ。はいはいはい。ええ、めっちゃ。で、魚拓、お前くれんのやったらこう教えたの言うから、はい、ほんなら、わかりました、言うて。で、そのネタ入ってんのかなと思って、テープ押したら、ずっと魚拓。いやいや、ブレてない、あの人。メネギさん、鶴瓶さんですね。僕、息子さんとも、はい、ああ、ずっとお仕事をさせていただいたんですよ。はい。で、息子さんが、えっと怒られたやん。舞台に、出たんですよ、僕の。はい、で、劇団一人が出てたんですよ。はいはい。で、いろいろやってたんですけど、鶴瓶さんが見に来て、で、余計なダメ出しして、
お息子さんに。息子さんにあんまりそんなこと言わないみたいな感じ。いやいや、お笑いの舞台やって。はい、ああ、なるほど。うん、で、それでアドバイスして、余、は、計、い、に息子さんがブレちゃったんですよ。はい、と、劇団一人で本当に怒りまして、余計なことしてくれんじゃねえ。言うなと。変態怒られて。わかった、すまん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 。いや、一人だけ直したってバランスがあるやんか、そうです。ね、あと、その時俺分からへんからよな。で、息子さんが息子バーってパニックになっちゃって、本当に一人とマジで怒りましたよ。マジだからまだ始めた頃ぐらいです。舞台に上がったばかりの頃で。そうなんです。なんてことしてくれんの。謝るわ、お前。それ忘れてくれよ。いや、でもいい芝居ね。地面師でもいい芝居してましたよ。あ、そうですか。ほんと最初に騙されてましたけど。いやいや、はい、でもそんなに、ユリアンのやつ。はい、極楽女王。うん。すごいですよ。いや、もう女子プロレスの試合を、もう皆さんがやるんですけど、最初の頃はちょっと体も細いんですけども、ネットフリックスとか、やっぱすごいのが、だんだんみんなが成長していくっていうね。だんだん体ができてくる。できていくんですよ。だからあれは、長与千草さんと、それからあの人やね、もう一人が。ライオンです、アスカさん。で、ユリアンがその中でなんで悪役になっていったのかって話と、うん、で、唐田エリカさんが、長与千草さんで、うん、あの、ゴーリキさんが、うん、ライオンです、アスカなんですけど、うん、でもそれもしっかりトレーニングして、うん、ほぼ代役なしでプロスやってる。本気でやってますから。はい。だから最初の頃は本当に体細いんで、練習生かなんかみたいでやってるから、うわわわわってなんだけど、だん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 本当に、リングの上で、で髪切りデスマッチやんのが、そうです。それが結構やりたくて、で髪切りは本当に髪の毛切ってんです、うん、俺はだから俺髪の毛切ってその後日談ね、はい、あの俺それ見に行ったんですよ。俺あんな見に行くの嫌やな、女の人、はい、見に行ったん、ほんで髪切られて、本当の方ね、そうそうそう、本当の髪切られて、はい、でその夜からあの病院やってへんか、はい、で俺の知り合いの病院連れて行って髪直してん。あ、そうなんですか。そうやで。出られたのに、ネットフリックス。なんで早く教えてくれればね、そんな部分作ったの。大丈夫やで、知り合い呼ぶで、言うて。スイタの美容室連れて行って髪切りなさい。あ、そうなんですか。うん、言ってくれれば、それ。いや、そんな一日、そんな言わない。そう、あ、そう。ぜひ見てください。はい、面白いですよ、本当に。はい、5話ですから。はい、すごいな、ちょっと入っただけで宣伝して帰る。いやいやいや。ひどいやっちゃ、早く帰ってくれ。すいません、早く帰ってくれって。失礼。俺が呼んだけど。失礼します。すいません。ありがとうございます、どうも。失礼します。すごいよね、それさん。すごいですよね。なんでこう書くのやめたんや、ほんまに。まあだからまあいろいろやりたいことが他にもね、まあ、終わりになったんでしょう。やっぱりタワーパイになってくると、うん、まあ自分今やってる仕事はできんねんけども、うん、それやめてあの仕事したいのにできないとかっていうのは俺もあるやんか、うんうん、自分のやりたいものってこういろいろ考えてきて、そう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 、ね、だからそこがまあ偉いよね、スパッとやめれるような、うん、俺らやめられへんやんまあね、やめれないでしょ。部長先の方までびっしり入ってますもんね。いやいや、そうやし、まあ落語会ずっと入ってるから、ね、落語会もありました。後であのお知らせいたしますよ。はいはい、ね、2024年の笑福亭鶴瓶さんの落語会、キキッパがつきましたね。キキッパ笑福亭鶴瓶落語会2020、ね、チケットのお知らせ、番組お聞きの方に先行の予約ございますんで、後ほどご紹介いたしますんで。クリマンやらしでキキッパくれるのかとちょっと不安なんちゃう、ちょっとボケてきてるのが。あかんで、いくらぐらいね、まるまる円ぐらいするで、すごいするで、なもう。聞きっぱね、はい。あれはでも、なんか、聞くねんてな。あ、そうね。そ言われへんけど、脳の活性化みたいなね。なんか活性化。チラシがいいですね、これ。はいはい。こう、ちょっと、石段を上がって向こうにある神社にお参りに行こうという和服姿の鶴瓶さんの後ろ姿。ちょっとこう、これはなんで、これを出り寄ったかいうのはね。はい。俺が構図の富というのをやろうと思ってたんやけど、ポソッと言うやんか。はい、ほんなら浮きは絶対構図や思って、俺何するとも言うてないから。構図や思って、これ神社、構図神社のイメージをやるよったと思うけども、その後で俺せえへんと怖かれやと。構図の富は次やって言って。なるほど。はい、なるほど。もうやっぱこっちもね、段取りありますからね。ポソッと言うたことがもうこうなってるから。でも毎回落語会とか鶴瓶話のチラシが本当にセンスが良くて、まあそうですね、いいのをね、一枚一枚大切に取ってありますね、私もね、はい、これ、うん、いやいや嬉しいですよね、はい、それは後ほどご紹介いたしますんで、ぜひ、はいはい、お願いしたいと思います。お聞きくださいませ。はい、ゆず継ぎはぎです。ゆっくりと
に貴重なことなどない、むしろギリギリ詰めていったって何も変わることなどない、いつもの福田浩司、いくら叩いたって響いてはくれないから、叩くのをいつしかやめたんだ、とても合理的だもの、都合よく生き抜こうか、この瞬間をただ眺めているだけじゃ、サプリにね別の効果、音が止まって空いているところを探す、椅子を取り合うだけの滑稽なお遊戯が始まってる、見てごらんこれが効果、ただ決め込んでますね、ペットロがお利口さん、何を思ってんだか何に怒ってんだか、言葉も見失う時代、何を考え込んでる、昔だったらすぐに出発だ、何を考え込んでる、すぐに寝よう、ライスハンガー、カジマプレゼント小福亭鶴瓶日曜日のそれ、この時間はカジマ建設がお送りします。梶間建設がロボプリンを開発したんだって。スイーツ？スイーツじゃなくてスマート、梶間スマート生産ロボプリンは、建設工事に必要な図面を全自動かつ高精度に床に描くロボットプリンターです。それでロボプリン100年を作る会社梶間。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら、天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。繰り返してくれる？ 157-999。はい。An X Nippon Express。良い選手を集めるのではなく、良いチームを作りたい。そんな思いが、彼らを大会ごとに強くする。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit 日本エクスプレス。カジマプレゼン小福亭鶴瓶日曜日のそれ日本放送。
お会いした方からずっとメールいただいてるんですけども、はい、この方ですか、神田さん、神田さんですかね、はいはい、長崎の方ですね。そうですね、大村市、お空港とか近いところですかね、うん、そう、あのこの間僕は長崎空港から嬉しの行ったんですよ、はい、ああそうなんですか、ね、嬉しのってあの佐賀のね、長崎空港から近いんですよ。ああなるほどなるほど、長崎、あの佐賀空港よりも長崎空港の方が近いんじゃないですかね。そうですか、でそこで何かあったんでしょうね、家族に乾杯で行かれたんですかね。そうですね、9月21日土曜日の朝、インスタグラムで鶴瓶さんが長崎におられると知り、もしかしたら夕方くらいに空港に行けば東京に帰られる鶴瓶さんにお会いできるかもと思い、18時過ぎに空港に行きました。お土産売り場、レストラン、お手洗い、いるわけないよなと諦めかけたその時、空港ラウンジ内を外から覗くと、もしかしたらという後ろ姿、ずっと何かを書いておられて、あれが噂に聞くネタ帳かとドキドキ。5歳の娘はいつもラジオ聞いてますとラウンジから出てこられた時のセリフを練習開始。あ、なるほどね。はいはい。1時間ほど待っているとラウンジから出てこられ、スマホを持って近づくと心よく答えをいただきました。ありがとうございました。そしていつもラジオでお名前を聞いていたあのマネージャーの浮さんが、あ、すいません、飛行機の出発まで時間がないんですと言いつつもさっと撮影してくださり、最高の1分間でした。いやいや、娘は鶴瓶さんが手を握ってくれた頃に大喜びです。5歳のお嬢さんね、ババ雄大さんがあんな人に僕はなりたいんですとおっしゃったのがよく分かった気がいたしました。ところで長崎では何の撮影をされていたんでしょうか。また楽しみにしています。だから嬉野に行ったんですよね、鶴瓶家族に乾杯、そうですそうです、うーん、そうですか、はいはい、おー、ラウンジの中にいる、嬉野に行って、はい、あの泉さんって、泉理香さんって言って泉式部の役をやってる人ですよ今、あの大河で光る君、そう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 、そこ行って、その時ね、朝、これ、まあ、僕だけだと思いますけど、はい、朝ね、なんか冷えて足がめっちゃ痛かったんですよ。うんうん、だから嬉野温泉でしょ。あ、足湯に使ってすぐ治ってもたんですよ。ああ、すごいですね。ああ、これすごいなと思って。あんなんね、ほとんど温泉の効果とかってよく書いてあるやんか。書いてありますけどね。あ、全部嘘や思ったんですけど、全然そうじゃないということが分かりましたね。足湯だけで、足湯だけで、もう足の痛さが、その日ずっと歩かなあかんのに。そうですよね。これどうしようかなと思った。足のどの辺が痛かったんですか。あの足首。ああ、嫌な感じのところですね。トイレ行くときにちょっと捻挫しかけたんですよ。夜、夜中に。そんなあったんですか。そんなないですか。あのちょっと足、靴履いてるときによくこう足がキュッとつくかってグッとなりそうなことありますね。増えましたね。まあ、若いときはそんなないやろ。ないですよ。歩いてるときに横に、片っぽだけ横にね、キュッとなるんですよ。両方やったらいいんですけどね、あれ。両方なったらそのまま歩けるんじゃないかと思うんですけど、で片っぽだから室内で多いんですよね。そういう風に室内で足くじいちゃって大変になるというね。いや、でもその、嬉野温泉ってすごい良かったですよ。古い町でね。だから、あれ知ってますか、焼き物ね、うん。あの、いろんな焼き物があるじゃないですか、あの辺。あ、有名なのは何ですかね。有名なのはね、何焼きが有名なんだったっけな、有田焼きとかね、有田焼きそれから茶色のやつ、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 大体土器ですか。土器みたいなやつ、土器みたいな、あ、そう、あれ何やったら何焼きやったらなんだ、そうやんだけど、向こうに山田焼きいうのがあるんですよ。はあ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 、山田焼き、はあはあ、これがなかなかあのいい焼き物で、へえ、俺良かったですね。山田焼きなんか見たことないのに、それがいいんですよ。うん、それでね、もう一つは、はい、そうですね、あの、そこ、あの、どういう焼き物なのね、あの、うさぎとか、うん、それから、その、なんか、飾りのものね、うん、そういうのを焼いてるところもありますね。あの、動物とか、あんなみたいなの。そうなんですか。ええー。町ですよ、あそこ。山田焼きって言うと山田屋の出てませんか、山田焼き、山田屋のお菓子が出てきましたね、おかしいな。ねえ、ちょっと山田焼き早中なんで、はい、山田焼きですね、はい、なかなか、でそこに
足湯やってた人の一人が、はい、北海道のこと、それからその、いわゆる嬉野の人なんですけども、やってるというのは、あの足湯を使ってた人が、ああ、お客さんとしてね、はいはいはい、はいはい、でその二人は、うん、あの北海道とどっかのあれで、うん、なんか知り合いになって、うん、で年に何回か会うってたんですけど、嬉野温泉で、そうそう、一人が弁護士で一人は普通のあのサラリーマンですけど、そういう子とずっと足つかりながら喋ってましたね。若い方なんですか？若い方です。で若い弁護士さんと、若い弁護士さんとどこで仲良くなったか知らんけども、少しの間ですけども、ああいいですね、喋、ってて、で向こうからちょっと用事あるんでって帰られたんですけどね。なるほどね、もういいでしょうと、もういいでしょうともうこんだけ話したの、尺は取り切ったでしょみたいないやいや、だからほんまそんな感じやったわあとちょっと編集でちょっとつまんどいてください。一番腹立ったんがこれもいやいや、そうか、関係ないんですけど、俺トイレ行こうと思ったら、ほんまにこれ弱るわ、ちょっと取ってくださいって言うから、ちょっと行かして、さっき行かして言うて、トイレ行って出てきた、おれへんで、いないと。どういうこと、よくありますよねこれ。じゃあ失礼やと思えへん、今ちょっと待ってって今入って取るからって言うて、嫌がって逃げたわけじゃなくて、明らかにトイレでもうさせてというのが分かっていながら、じゃあいいかっていう、あれあれその人失礼や思えんのかな、どうね、俺に別に取らんでいいよ、取らんでいいよ、ちょっと待っててごめんねって言うて入って、1分か2分ぐらいですよ、それは待てないんですよ。なるほど。だから そばにあの浮きが行ったから、浮きが何か言いよったんかも分かりませんけどね。ああなるほどね言ってない言うて浮きが一言ボソッとね、向こうは それほどのものかなーなんてそんな待つほどのもんかとかね、おしっこ入ると長いんですよあの人出ないとか言って、あそうっすかっつっていやでもあの変ないつもトイレの話になって、そうです、ね、悪いんですけど、と日曜日の夕方多いですね。あなたと私がそういう病気やからやんか、病気だおかしいけども、やっぱりトイレの年齢になってる、重なりますと ね、はい、ね、どうしてもね、そうでしょ、はい、だから死者の2時間、ああそうですね、35年目のラブレターで、はい、2時間の死者がもう最後悶絶のコサックダンスの、コサックダンスの中のね、だから35年目のラブレター、副題は2時間目の尿意というね、ねえアホなこと言うなそれ、ね、でそれやけどもほんまはトイレ行ってしまった時に、はい、もうあなたやったら分かるように、出そうと思ったら出ないっていう瞬間があるんですよ。ありますね、隣の人が遅れてきてもシャーってやってパッと帰っていくとね、ああそうなんですよね、ジョジョしながら、だからどうやって出すんだっけな、出す方法はね、あの便器の前でちょっとコサックダンスを踊ると勝手に出てくるというそういうのをあの開発しましたね。あそうですか、ああそうかそうか、あの時のことを思い出せっていうね、ほんまやで、9月の15日みそのだに開催された鶴瓶さんの独演会行ってきました。鶴瓶さんのやつですか。はい。ご紹介いたします。読んでいただけますか。はいはい、私こんな声やから汚いし。ちょっと手元にありますね。ありますでしょ。はい、今回は2階席だったんですが、ですね、舞台が見やすいと。めぐぎふっこさんという、そうですそうです。かかみはら市の方ですね。はい。9月15日日曜日、みその座で開催、鶴瓶さんの独演会行きました。今回2階席だったのですが、舞台が見やすいような傾斜に作られておりまして、座席には背もたれ付きのクッションもあり快適。ああ、ええとか、ね、うん。最近多いですね。クッションがこう置いてあるというね。うん、背もたれもあるというね。うん、鶴瓶話では、そんなことあるんだっていうエピソード、いろんなことにいつも遭遇される鶴瓶さんの引き寄せに毎回びっくりさせられております。落語は3年目と子はかすがいでした。みその座の帰りに名古屋駅で人だかりができてるなぁと思ったら、なんと中央に鶴瓶さんがいらっしゃいました。どんどん知らしてや、こういうのは。まさかお会いできるとは思っていなかったので、すごく嬉しかったです。少しの時間ですがお話を聞いてくださり、念願のこのラジオネームをお伝えすることができ感無量です。本当にありがとうございました。いやいや、こっちもね、逆に言うとめぐぎふっこってやんたにもくれるんですけども、もうそうですか、そうですか、だからそれ聞くと、あんたがそうかと、あ逆になりますよね、これ、はいはいはい、そうです、ね、嬉しいですよね。うん、ありがとうございました。そうですか。いや、この時もね、ええっていうことがあったんですよ。はい、はい、もうこれ言いたくないんですけども何でしょういやいやいや、まあまあ小別れはまあね、ちゃんとできたんですけども、はい、
3年目って割とあのね、まあ難しい話ですけどね、うんうん、途中でねおかしになったんですよ。え、何の話をしてたんだっけって。いや、何の話をしてたんだ。前回されてましたけど、あれってまた何か新しいこと起こったんですか。だからいや、それで後で謝ったんですよ。はいはい、普通謝らないらしいですね、ごまかせたと思って。あ、なるほどなるほど。正直には言わない、うん、ちょっとなんかあれと思いながらも、まあこんなもんだっけなと思って。だからさ、あの珍しいことが起きるのはそれですよね。はい。どの、なんていうか、いつも、こんなことが起きるんかっていうのの、俺が起きたんですよ、その時に。なるほど。で、謝ったんですよ。はい。ほんだら全員、謝るの当然やんか。はあ、まあまあ、絶対ごまかしてないのよ。うん。ごまかせたと思ってないからね。じゃあもうさ、あの、すいません、お話がちょっといろんな話が。いやいや、全部終わった後に言ったんですよ。その途中じゃないよ。終わってから、うん。なんて言ったんですか？さっき、なんか瞑想してましたけども。話が瞑想していた。はいはい、はあ、はあ、はあ、だからえらいすみませんでした言うたら、えらい褒められてね、あんな謝る人いない言うて。へえ、いるでしょ。そらそれ誰に褒められたんですか。あのうちのスタッフに。あんな正直者だねって、あんな謝る人いないって言って、分から、ね、一般の人分からないで言うから、一日だけでしたけどね。だからそれするたびに3年目するのがちょっと怖いんですよね。ああ。またそう、よう似た言葉が出てくるから。なるほど、なるほど。そうですね。もういくつもいくつもお話、頭の中に入ってますからね。いやいや、だから偉い、まあね、その店の裏に来られたから悪いんですけど。はい。もう一つが、はい、伊丹空港で。あ、伊丹空港、この方。はいはい。ゆきさんですか。そうですね。ご紹介してよろしいですか。はい、どうぞ。実は、昨日、伊丹空港で、息子が鶴瓶さんに、おかんがファンなんですと言って、写真を撮ってもらったと連絡がありまして、はあ、ははあ、で、この方いらっしゃらないんだけど、息子さんが伊丹空港でばったり鶴瓶さんに会う。そうそう、お母さんがファンなんだ、写真を撮らせてください、うんうん、でこれはお礼を言わないとと思いメールをいたしました。いやいや、わざわざ、ね、うん、マネージャーの浮木さんに止められる中、心よく写真撮影してくださったことを本当にありがとうございます。いや、浮木もまあ止める役ですから、ね、まあそれはお仕事としては、ね、中へ入らないと時間が間に合わないで、そう、割とギリギリ止める浮木が悪いわけじゃないんですよ、はい、あの冷たい時もありますけどね、言い方が。もっとあのもっと感じよく止めたげえなって思うとこあるんですけどね。ええー、言うたらタクシーの運転さんには厳しいですよね。そうですね、集中してくださいでしたっけ。そうそう。なあと空気悪なんで、ね、全部シーンとなって、シーンとなって、これどこまで続くねんなっていう感じやから。はい、この方はですね、ゆきさんはですね、そうですね、3年前に、私は3年前に乳がんを患い、抗がん剤治療を受けて、抗がん剤の副作用がマシになった2022年の4月、鶴瓶話を見に行かせていただきました。ああ、でも、息子さん、お母さんがそういう大病をね、患っちゃったので、ね、鶴瓶さんのファンだという。日々、徐々に日常を取り戻し、そして鶴瓶話に行けたというこの喜び、今も忘れられません。で、翌年の2023年もチケットを取り楽しみにしていたんですが、乳がんの治療の終了翌日に白血病になっていることが分かりまして、急遽行けなくなり、息子に行ってもらうことになりました。とても楽しみにしていただきにショックでありました。で、その後移植をして入退院を繰り返し、で今も入院をしております。あ、病院からなんですね。病院から。でもね、あの方もね、完全に治りましたね。あ、池里佳子さんね、寛解されましたね。寛解される。今白血病は本当にいろんなあの治療方法があるし、白血病と一言で言ってもいろんな種類がありますんでね、いろいろピタッとあった治療にね、出会えると必ず。そうね、はい、うん、よかったね。あれ、入院中塞ぎ込んでいる私に息子から鶴瓶さんと写ってる写真が届き、とても励まされました。ありがとうございました。鶴瓶さんの優しさに心温まりました。いやいや、必ず元気になって2025年の鶴瓶話に行くことが私の今の目標。ぜひ来てください。開催してください、はい、会場でお会いできる日を楽しみに治療を頑張りたいと思っていますという、ね、鶴瓶さんも大事にしてくださいねということです、ね、いやいや、
ラジオ聞いてるというのをね、よく言っていただいたら嬉しいですよね。嬉しいですね。テレビで見てますよっていうのとまたちょっと違う感じになります、ね。上ちゃんとのラジオ聞いてますから。あ、嬉しいですね。この間も放送作家の九州におる人でいろいろやってる人が、はい、上ちゃんとのラジオ、この日曜日のそれ聞いてますよ。ああ、ありがとうございます。本当に。ね。まあまあ、来年のぜひ、鶴瓶話。そうですね。うん。はい。いろんなことがあるんですけども、やっぱり、うん、もう数がね、ものすごく量があるんで、話のね、はい、量があるんで、どうしようかなとは思うんですけども。もう、あとね、本当に今年もあと3ヶ月ちょっとになりましたんで、だいぶエピソードは溜まったでしょうね。まあまあ、そら、溜まったいうか、日常がそうですから ね。ナンバリングはもうしてるんですか？まだそこまで整理してないんですか？いやいや、でもまあね。わあ、それそうですか。今年ですよね。今年はもうこんな。その分厚さになりましたか？そうですね。今年。1000日近いですね、もうね。メモ帳。そう、メモ帳の大きなのを買うてしもたからね、これ思とうて知らないんですよ。そうですね。3年ぐらい使えそうですね。そうなんですね。ほんまにそうやで、これ。ほんまにそうやで、これ、ほんまに。びっしり書いてありますね。いろいろ書いて、まあだからくだらんことも、いや、この前パッとこう喋ったはったら、サブリシンっていう俳優さん、はい、ご存知でしょう。はい、昔のね、あの人とよう間違うた人誰やろってずーっと考えてたんですよ。サブリシンさんと似てる方、山村壮さんなんですよ。ね、それを言うたって分かる人っていないじゃないですか。まあ今の若いスタッフはもう分かるんでしょうね。でも俺よう昔サブリシンさんと山村壮さんを間違ってたんですよ。なるほど。で検索したら、やっぱり皆がそうやっていうの書いてありましたね。あ、それで分かんなくなって検索してる人多い。そうそうそう。いや、だから誰と間違ったんやろなと思うの。なるほど。こんなん今弾く人珍しいで。サブリシン。どういう時に皆さん思われたんでしょうね。ね、ネット環境に慣れ親しんでいる方。そうそう。そのお二人をご存知ということは、やっぱある程度の私より上の方ですからね、皆さん。ああ、そうでしょうね。私の子供の頃ですからね。はい、ね。いや、僕も子供の頃でしょう。サブリシンは。クリマンもそうでしょ。もう。でもそれが、ふと思って、はい、みんなそう思ったはんねんなと思ったんですよね。でも便利な時代ですね。なんかサブリシンというと、山村壮というのが一緒にパッと出てきて、あ、そうそう。これだっていう。そう。そう、あれすごいですよね。そうやね。本当に。誰やったかいなと思って、ずーっと考えて、あ、そうや、こんな調べ方あんねんなと思って、サブリシンと間違う人って言うたら。そう、間違う。サブリシン間違うって言うと、パッと山村壮さん。山村壮って出てくる。すごい時代です。昔はね、こんなもん何もない時はどうやってたんだろうという。いや、だから、本当に。ずーっと考えたやん。ずーっと考えてた。ずーっと考えとこう思って。俺これ書くのにほんまにそうよ。ずーっと考えて自分で思い出して書くのよ。ああ。で、ここで書くことを忘れてしまうことがあるからね。あ、そんなにまめに書いてても忘れることあるんですか？そうそうそう。あれ何やったかいなーって。いや、しょうもないことを書くんでね。しょうもないというか、いや、誰かが聞いたって、ほんまにこんなしょうもないことやなと思うの。なんか、クスッとでも笑ったよな、あの時な、あれなんだっけな、っていう。まあ、それやね。よくありますね、それは。あなたのキャッチの仕方がすごくいいですよね。うん、私がこうやと思ったらスッと言うてくれるからね。私にとってはあれですよね。iPhone みたいなもんですよね。iPhone ね。何やったって言う前に言うてくれるからね。なんとなくね。いや、俺が一番最初に思ったのは、はい、なんでそんなアホ、右と左が、すぐに出てこないんですよ。うんうん、いやいや。あ、こう右曲がってなっていうのは、いや、今はできますよ。で、右っていうのは、お茶碗持つ方やというから、はい、右左という時には必ずこうするんですよ。ご飯を食べる、お箸を持ってお茶碗をする。で、こっちは右やからね。で、お茶碗の方、箸の方が右。右って。で、いや、もうなんか、今はしてませんよ。ようそんなしてました。右、そこ右っていうか、あ、右やなっていう。そんなことってある？いや、もうタクシーの運転手さんに言う時に、パッと、もう日本放送の夜中来る時に、そこを、間の内中通りを左に曲がるって毎日言ってんのに、右って言って、いや、いつですねっていう、いやー、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えましたって。あ、じゃあ、年に何回かありますね。はあ、嬉しいわ。ずっといといてな。ほんまに。頼むわ。ほんま。なんでそんな、だんだん分かるよ。昔から右左で弱いですよ。あ、弱いの？弱いです、弱いです。
これ言わない人はねもう鼻で笑いよるけどね、うん、弱いやろあれなんでやんのなんで数学的なあの立体とかああいうものの置き換えができないタイプだとか言われたことあります、うん、ああそう、頭の中でパンと回転がこの立体像をキュッとひっくり返して右と左が逆になったんだけど的確に説明すぐできるかどうかっていうだからもう恥ずかしいやんかそんな右と左がわからんよな、うん、ねなんで言っちゃうんだろうと思ったらだからそこ右ってこうするわけよねお茶碗とお箸で、お箸で右と、なんかねそういうことも書いてるんですよ。なるほど。そん、うん。そろそろ曲いきますか。あ、曲ね。はい。次はガラクタですね。はい。アイコ。
今からおよそ400年前、ガリレオ・ガリレイはお手製の望遠鏡で月の様子を観察し、こんな言葉を残した。月は平坦ではない、起伏があり、至る所にくぼみや隆起が見える。山々がそびえ立ち、深い谷がえぐられ、変化に富む地球の表面と同様である。この説は大きな波紋を呼んだ。月の表面は鏡のように滑らかなものと考えられていたからだ。そして現代、人類は月に到達し、その先を考えている。鹿島建設は JAXA と共同で月面での有人拠点施設の建設を目指す技術に取り組んでいる。それはクワッドアクセルによる自動運転システム。遠隔操作と自動運転で月面での建設を可能にする技術だ。もしもガリレオが望遠鏡を覗いていたら、どんな顔をするだろう。100年を作る会社カジマ。 BS11 のテレビ番組鶴瓶のええ歌やな。ゲストが笑福亭鶴瓶八木亜希子と人生を語り、名曲を熱唱、ええ歌やなと唸らせる大人の歌謡&トーク番組、鶴瓶のええ歌やなは全国無料のテレビ局 BS11 で毎週木曜夜8時。三宅裕司です。劇団 SET 創立45周年記念、日本競争時代、令和ジャパンはびっくり仰天有頂天、10月17日から池袋のサンシャイン劇場で上演します。チケット絶賛発売中、詳しくはチケットスペースホームページをご覧ください。カジマカジマカジマプレゼン、笑福亭鶴瓶日曜日のそれ日本放送。まあ当たり前ですけども、やっぱりそのまあ何をしようかというのをずっと、まあ小別れは小別れするんですけども、はい、いろんなことを考えながらやってるんで、稽古をどれ、まあ、全部稽古するんですけどね、いつもその落語会は大変ですよね。ああ、そうですね。鶴瓶話は書いたやつでどうまとめるっていうのも大変なんですけども、まあそれは好きでやってるんでね、あれなんですね。そうですね。どちらもね、一回ずつで落語会になりますと、ああ、もう冬だなというね、そのご紹介するといつも思います。東京では12月の今年公演になりましてね、今回はガンマ波サウンドケアですね、キキッパですよね、これ笑福亭鶴瓶落語会2024ということで、この番組のお聞きの皆さんにチケット販売の情報をこれからお伝えいたします。メモのご準備をどうぞ。今年の東京公演なんですけども、12月の11日水曜日、はい、12月12日の木曜日、この2日間なんですね、はいはい、で場所がね、これいつもと違いまして、はい、今回は浅草公会堂ですね。ああ、ね、大きなとこですよね、はい、時間は12月11日水曜日は夕方6時30分、18時30分の開演となっています。一方12月12日木曜日がお昼の開演になりますね。お昼1時から13時の開演です。だから終わってから浅草でちょっとご飯食べたりなんてのもいいかもしれません。はいはい、料金が S 席が7000円、A 席5500円です。で、今日は日曜日のそれ、この番組を聞いてくださってる方のために、一般発売に先駆けて、東京公演のこの番組先行予約を行いますんで、ぜひメールでお申し込みください。あなたのお名前、お年、住所、電話番号、ご希望の公演の日、12月11日夕方6時30分か、12月12日木曜日お昼1時か、どちらかですね。必ず書いてください。チケットは S 席お一人様1公演のみ、2名様のペアでの販売とさせていただきます。なので、料金は2名様分で1万4000円となります。で、今回の先行販売は東京公演 S 席のみの受付となりますので、どうぞご注意ください。
ホームページでも詳しく書いてありますんで、そちらもご覧になってください。日曜日のそれのホームページご覧になってください。では宛先です。この番組のいつものメールアドレスと同じです。鶴瓶アットマーク 1242.com TSURUBE 全部小文字で、アットマーク 1242.com ですね。で、締め切りがあります。締め切りは10月7日月曜日到着分まで有効とさせていただきます。で、ご応募の方が多い場合は抽選とさせていただきますので、これご了承ください。で、当選された方には制作協力の当たりパフォーマンスから10月11日金曜日までにメールでご連絡いたします。チケット代のお支払い方法はその時に当たりパフォーマンスよりご説明をいたします。皆さんのご応募お待ちしています。東京は浅草公会堂12月11日水曜日夕方6時30分、12月12日木曜日、お昼1時からの開演、キッパ、笑福亭鶴瓶、落語会2024、ぜひご覧になってください、ということですね。ああ鶴瓶話、何かネタあって、あとが壊かれてる。そうですね。はいはい。はい、やりますんで。でも、東京はもう、今、まだ言わないの。まだ言わない。まだ言わない。なんかあるんですね。なんかあんねんな。言ったらいけないみたいですけども。ああ言ってもええのにな、そんな。いやいや、何をおっしゃいますら。何をおっしゃいます。今回は福島公演の10月18日の金曜日からずっと全国、兵庫、広島、大阪、福岡、鹿児島、沖縄、東京、そして最後は仙台、宮城ですね。12月の15日、日曜日までということになりますか。まあ、全国行くのがね、楽しみですよね、こういうのね。ね、もう、いやでもほんまにその乾杯にしてもそうですけども、はい、なぜこんなことが起きるのかっていうのはね、まああのまあでももう50年ちょっとやってますからね、それはそうなんでしょうけども、この前もあれですよ、備前に行ったんですよね、はい、あの岡山の備前、はいはい、備前の駅前で、うん、その野球の監督がいてたんですけども、素人と教えてるね、はい、その時に頓宮と、あの頓宮、うん、頓宮、はい、それからあの山本由伸、おあれ二人教えてる監督がいてましたよ、素人の時に。へえ、高校とか中学、子供の頃ですね、子供の頃、はい、少年野球で、少年野球で、でその打ってはる女の人がもう一緒に野球やってたんですけど、お女の子でも小学生ですから一緒に野球できるわけですね、その子とたまたま会ったっていうかね、そんな子、そんな人に会う今用の頓宮なんてね、言うたら、まあ、首位打者ですし、もう一人山本は大リーグですから ね、メジャーですから、いや、そんな人に、まあ、ピンポイントで会うっていうのは、不思議なことですよね。いや、まあ、だから、そうやって、何やろう、まあ、そこはね、備前から、頭島っていうところ行ったんですけどね。はぁ。頭島。うん。で、頭島行って、介護をずっとやってはる、訪問介護やってはる人がにおって、はい、で、そっからだいぶ離れてるんですよ。はい、だいぶ離れてる家行ったんですよ。うん、これ言うたでしょ、ピンポンって押したやつ。ああ、ピンポンって。言って。あまりにも人が歩いてないんで、申し訳ないと思ったんだけども、最終手段で。ピンポンって押して。でやって。ねえ、ね、取り騙してはる、キラキラアフロの取り騙してはりますよねって言ったら、はい、言わって。取り騙ね、まだ見てないみたいな。まだ見てないって。なんで見ないんですか言うて、うまいこと言うて言い上がって。ね。だその訪問介護の人と、はい、それからその取り騙当たる人とか、そこの知り合いが結婚、だから義理の息子やったんですよ。ああ、そうなんですか。そんなことが、そんなだいぶ離れてるんですよ。へえ。神経衰弱みたいですよね。パカッとめくったらここに。適当にめくったら終わったっていう。うん。だからそんなことがしょっちゅうあるということをまた鶴瓶話でも話させていただきたいなと思いますんで。ぜひ頑張ってください。では曲に行きましょう。曲はですね、夢見た果実ですね。純烈。受け取ってくれ、あの子
キラチラリ甘い星月時々悪魔したたかで魅力的だし夢の仲間です。現在大井松田インター清水ジャンクション間で工事を行っています。渋滞が予想されますので小田原厚木道路や新東名などへの迂回にご協力ください。お出かけ前に東名工事で検索ネクスコ中日本。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？157-999。 はい。山内圭介コンサートツアー2024、11月18日月曜日、神奈川県民ホールで午後3時開演。チケットは好評発売中。日本放送イベントホームページまたは山内圭介で検索してください。立憲民主党の代表選が終わりまして、はい、小田芳彦さんに決まり。立憲が本当に政権交代を狙うんだったらやっぱ中道、自民党を嫌になった人が今度は立憲でもいいかなと思ってくれる代表じゃなきゃいけないと。そういう意味では野田さんっていうのがやっぱコンセンサスでした。辛坊治郎ズームそこまで言うかは明日午後3時半から。聞いてちょうだい。カジマプレゼンツ小福亭鶴瓶日曜日のそれ。この時間はカジマ建設がお送りしています。カジマプレゼンツ。
鶴瓶日曜日のそれ日本放送まあ日本全国ウロウロやってるんですけども、はい、やっぱり雨じゃない日の方がまあ取りやすいじゃないですか。ああそうでしょう、でも雨男と雨女いるんですよね。ああこの人が来ると雨、いやそんなアホなっていうぐらい来るんですよ。そんなあんねんな、あれロケで雨は大変ですよね。大変大変。でも武器はあの晴れ男なんですよ。あ、で映画の時に、はい、その晴れないと嫌じゃないですか。ね、前言ったと思うんですけど、ね、あのワイン持ってこうやって、うん、ずっと空見てたら晴れなるおっさんがいてたんですよ。だからその映画の時にいつも何してんねんと思ったらワイン持ってこうやってしたら晴れなるっていうの、その人来たら晴れなんねん。映画のスタッフの方、スタッフの一人で、だからまあ仕事せんとその役なんだよ。どんな役やねん。はあ、いやでもそれ撮影日数がすごくこう、いやほんまにあれなんね、ギリギリのとこでやっていて天気待ちってなるとね、ワイングラスを持って外見ながらくるっと回すとずっと晴れてくるっていう。はあ、そんなんの言うねんけど、うん、俺今回自分ね家族に乾杯やってたら、うん、ある人が来たら雨、この人が来たら晴れ、ウキが来るとウキやで、名前ウキやでなら晴れんねん。あんまり考えたことないですけどウキさんなんですね。ウキやねん。ウキが来ると晴れんねん。晴れなんだ、うん、でもそんなことってやっぱあるんやね。やっぱり昔からあったんやろな、そういうのって。ね、あの、もっと原始の時代なんかそうやろね。まあまあ、そうでしょうね。うん。その中でちょっとこう、雲の様子をいつも観察していて、あ、これは晴れそうだなっていう時にワインを揺すってみたいとかっていうね。なんかあんねやろな。なんかあるんでしょうね。もうその人がずっと見てたらそれがわかんねやろな。なるほど。そうですよね。昔の農家の方とか、そういう方ってのは本当わかりますもんね。山の、そう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 、あそこの雲はもうちょっとこうなる。こういった、そうやそうそうそう。されますもんね。ものすごくその金銭的な部分でも特損があるからね、それは。そう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 。雨がどうのか、はい、ね、そういうなんて。作付けのし時だとか、収穫のし時だとか、うん、大変ですよね、今回も。ちょうど稲刈りの時期に、なんか台風で雨風で、みたいなことにね、なりましたからね。いや、だから俺はこの前、能登行って、はい、ね、で、能登で生放送やって、うん、帰ってきて台風であんな感じになって。そうです。僕も能登行った1週間後の土曜日にあれですからね、びっくりしました。だから先週の日曜日のそれの冒頭では能登のお話、輪島のお話などさせていただいたんですけども、うん、あの時はもう大変なことがあった。そうやな、まさにその次の日だったんですよね。もう電話できんのよ。まあ、しますよ、うん、大丈夫やとかどうかを聞きたいがために、うん、もうそれしかできへんか、もう行ったと、うん、大丈夫でかいって言ったら、うん、いやおかげさんでって言って、ああそうですか、私とこはいいけどもあそこがとか言うの ね、日本人ってやっぱそうなりますよね、うん、こう私とこだけがよかったらええってなもんじゃないっていう、うん、まあ日本のね良さがありますからね、うんうん、電話しにくいよほんまに。いやそうですね、もうかける言葉がちょっとないですよ ね、うん、本当にまあなってしまう。こんなに災害が多い国やったよね。しかも今回本当に能登半島になんでこんなに集中してるというね。あ、前もあったやんか、東北のあそこね、気仙沼のあの辺りなんかずっと絶えずそんなことになってしまうっていうのは。複合災害ってやっぱありますよね。なんであっこばかりそれなんねんっていうのあるよね。日本は複合災害って意外と多いですね。だから地震と台風っていうのがこう本当にセットになることも過去何回もありますしね、うんうん、まあ、一番ひどいのはあの東日本大震災と、まあ、原発の爆発っていうのもね、あれも複合災害ですけどね、うん、多いですね本当にね。いやだからまあ俺らいろいろ回ってる人知り合いが多いから、はい、電話しにくいよ、どうなってんのかっていうのを、うん、まあ電話 しますけどね、まあ、お知り合いのところはじゃ あの床上浸水とかそういうのまあまあ大丈夫やったんですけどね。いや電話まで分かれへんやんか、うん、で向こうもかけてきはれへんやん、こんなんなったっていうのも、うん、だから電話して分かるんですよ、怖いで、うん、うん、そうですよね、うん、でまた能登はね、うん、本当に今は特に行きにくい、うん、全然、まあ、時間としては小松からも3時間ぐらいかかるからね、うん、なんかその能登山街道とかああいう
道が整備されたんだけど、そこからまた下に降りていくと細かい道がいっぱいあるんですけど、うん、そういうところがやっぱりかなり被害を受けたみたいですね。そう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 、うん、崖崩れば上から見てたらものすごいやん。もう本当山の中にあって川の流れも急で短いんで、バッと雨降ると急に水量が増えて、そうそう、そあっという間で、あの言うたらもうね、木とかあんながバーッと瞬にして流れちゃうというね。でそこにまたつい、ね、溜まってしまって、うん、えらいことになるっていうのがね、まだまだ本当に経験に良かったですねとか頑張ってくれて言えないような状況ですよね、うん、いやこれはもう、まあ、どこ行ってもそうなるんですけども、やっぱり本当に俺らこうやって日本全国行ってる仕事って、まあ、辛いな思いますよ、うんうんね、白米千枚田という綺麗な棚田が輪島の近くにあって、僕が行った時ちょうど収穫が終わって、うん、その稲を干してたんですよね、うん、そしたらそこがまた水が出て下の方が全部あの崩落しちゃいましたね。なあ、と直したと思ったらっていう、うん、まあでもこれまた行かなあかんのですけどね。そうですね、うん、本当にそうですね。いやだからぜひあの皆さんも何かがあったらそのまあね、ボランティア的なものとかご寄付できるんやったらしてあげたらと思いますんで、あとはもう忘れないっていうことと、そうそう、もうこれが一番なんですよ、はい、忘れてしまうとね、うん、もう何やったんやっていうことになりますからね、うん、日本各地でいつどこで同じような大変なことが起こってもおかしくない国になってしまいましたから ね毎週こんなこと言うてんで、本当ですよね。うん、もっとええ話したいわな。うん、まあいつもかなりの部分いい話をというか笑わせていただいておりますけども、いや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 、ほんまに、いやいや、だから大谷がここしたらすごい大事やんか。大谷選手のことはこういう収録、今日は金曜日なんですけど、経験に言えないですよ。言われへん、それ追い越していっちゃうんですもん。だってあの人プレッシャーないんかな。いや俺もね、簡単に言うてたよね、もうさ、阪神の場合ね、はい、阪神が優勝するかどうかで、あとどうのこうのって、はい、言うなと、言うたらが寛容になるって思ってんねんけども、うん、あの人あんなん言うたってもうすごいよね。そうですね、うん、少なくとも日本人とアメリカ人がみんなでワーワー言ってんのにね、サーンコーンタタタタタタシュセーフみたいな。どうやな、あの盗塁も。あとはもう怪我だけしないでほしいですよね、本当に。あとピッチャーの、まあ、あの、あれが足らんのですよね、向川ドジャースは。うん、投げるんちゃうか。いや、と。投げたおもろいやろな。しないでほしいですけどね。いや、もう、いやいや、もう、もう、あの、勝ちたいがために行ってくれよ、大谷って。あと1枚足らんからってなって、それが抑えたら偉いことなんで。本当ですよ、ね。なあ。もう、偉いことになるでっていう信じられないことを起こしてきたのが大谷さんですからね。もう、まあ、ピッチャーは登録まだされてないやろから無理やろからね、金曜日の時点ではまあそういう話はねないですけども、もうで勝ちたいねんから、最後にはね、やっぱワールドシリーズでねやったら大谷生かすかみたいな、今日負けそうな人が出てるからね、うん、これ分かんないですね、本当にね、この後何が、大谷が投げたおもろやろな、どこまでねピッチングのことやってんすかね。いや、どうちょいちょいやってる。投げ始めたってのは聞きますけどね。それ、隠れてどっかでやってんでしょうしね。普通にやって150キロ出るやろは。まあ、だから、その大谷がおるということの嬉しさはあるよね。うん、あの、そこにね。うん。それと大野里ね。大野里。先週、あの、大野里さん優勝したのが土曜日だったんですけど、はいはいはい、先週の前の日、たまたま私見に行ってたんですよ。行ってた、あの知り合いにチケットあるけど行きませんかっつって行ったら目の前で優勝でしたわ。豊昇龍がバーン突き落とされて、うわーって、もうすごい盛り上がりましたね。いいお相撲さんですね。いや、ええ顔してるしね。まだあの、うん、大市も言えて、言えてね、言えてないんですけどもね、いい体、いい感じの方でしたね。いや、だから何かそういうものに託すっていうのがすごく大事やからね。まああるでしょうね。うん。それは阪神ファンの方が阪神に託しすぎてんじゃないかなと思うときは時々ありますけれども。期待裏切ら。まあ今一番ええとこやからね、これ。そう、まだね。まあこれはちょっとまたね、わかんないです。まだね。まだわからない、全然。なんとも金曜日の時点ではわかりません。まだ、あの、クライマックスは出れるからね。そうですね。はい。はい、どうなるかわからへんけど、はい。ルーティーン、平成ジャンプです。
プレゼンツ小福亭鶴瓶日曜日のそれ、この時間は鹿島建設がお送りしています。なあ上り、治療っていうか工事どうだった？あっという間だった。下りはもう復帰してバリバリ走ってもらってる。俺たち高速道路の橋まだまだ現役だ。インフラリニューアル工事が進化したおかげだな。道路の橋をスマートに更新、 SDR システム。高速道路の車が走行する床部分を取り替える床板仮設の工事期間 85% 短縮を実証。交通規制の期間も最小限に。日本のインフラリニューアルに貢献していきます。100年を作る会社カジマ。きらめく光と心地よい風を浴びて、九州の大地を自転車が駆け抜ける。10月11日から14日まで大分、熊本、阿蘇、福岡を巡るサイクルロードレース。コースに広がる美しい自然や景色、そして道路や橋、ダム、街並みなど、鹿島が建設に携わった風景も。九州の持続可能な未来のために、鹿島はマイナビツールド九州2024を応援しています。100年を作る会社鹿島。カジマプレゼンツ、小福亭鶴瓶日曜日のそれ、日本放送。まあ年に何回か外国へ、あのね、NHK の番組で行くんですけど。そうですね。マレーシア行かれましたもんね、この時、ね。その時にまあ、いつもね、あの、高校の連れとも一緒に行くんですよ。うちが出して。ああ。木村さん？そうそう、木村さんがね。そうなんですか。木村さん行かれてるんですか。はあ。で、木村さん行くからね。でも、もう来年は連れて行かないです。そうですか。っていうか、今まで連れてって行かれたことがなんか、すごいですね。それがね、はい、去年ぐらいからちょっとおかしいなと思ったんですけども、今年見て確信しましたね。どうされましたの？ちょっと映るんですよ。パッと見たら映っとんだよね、テレビに。で、それもうまいこと。出たか出えんかの感じで映ってんだよね。立ち位置はもう分かってるんですね。分かってんね。画角とかがもう分かってる。ここまでだと映ると。ね。で、出よんね。すごいな、木村さん。だから俺出ました。お前の分かってやってるやろ。そんな。もうやめろと。ほんまに。ええ加減せえって。やってへんがな、言うねんけど。うまいこと映るよね。家族に乾杯見てるとこう、ちょっと。で、ちょっと映るよね。はあ、楽しみやろな。自分の連れに電話して、出るでって言うとね。出るでって言ってますよね、きっとね。ほんま、出るでって言うてないとね、あんな出方せえへんもん。しかも編集では落とされないであろう。そうや、ね。で、それはなんで、木村の良さで、カメラマンとも仲ええねん。練習の人とも仲ええねん。だから、木村を全部切ろうとする意識を、もうそげて、出したろっていう意識になんねやろ、あれ。ほんまに。
いや、みんなでご飯食べた時はもうあいつがおったらものすごい盛り上がんねんで、俺も楽やから。ね。ほんでもう、まああれはもう来年からは連れていかないって言うんで。ああ、それ事前に聞いといたら、そういう目で見たのにな。あ、そうか。木村を探せっていう。な、来年まで連れて行こうかね。木村さんが出てますということで。ほんまに、ちょっと出てはヒュッと下がり。嘘つけよ。分かってるな。俺電話して、お前、分かってやってる。分かってへんがな言うてんだけど、絶対出てんのよ。で、まあ、カメラマンも、それから編集マンも木村のファンやからやね。みんな虜にしようね。すごいっすよね。そうそう、逆にすごいね。あんな役でもないんだけどみんなに好かれてるという、お時間ですね。はい、竹内まりやさん、元気を出して。
夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら、天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？ 157-999。 はい。BS11 のテレビ番組、鶴瓶のええ歌やな。ゲストが笑福亭鶴瓶八木亜希子と人生を語り、名曲を熱唱。ええ歌やなと唸らせる大人の歌謡&トーク番組、鶴瓶のええ歌やなは全国無料のテレビ局 BS11 で毎週木曜夜8時。9月22日に開催された参加資格25歳以下の新たなお笑い賞レース、アンダー25お笑いチャンピオンシップ決勝戦のアーカイブチケットを販売中。合わせて600組の頂点を巡る熱き戦いをお見逃しなく。カジマプレゼンツ笑福亭鶴瓶日曜日のそれ、この時間はカジマ建設がお送りしました。落語会のことをね、はいはいはい、もう一回申し上げましょうか。聞きっぱ笑福亭鶴瓶落語会2024、東京公演12月11日水曜日が夕方6時半から、12月12日木曜日がお昼1時から、場所は浅草公会堂です。で、料金 S 席7000円、 A 席5500円なんですが、この番組お聞きの方に先行予約ということで、メールで申し込んでください。あなたのお名前、住所、電話番号、お年、そしてご希望の声日必ず書いてくださいね。で、S 席のみ、2名様のペアでの販売ですね。だから1万4000円になります。ホームページにも詳しく書いてありますんで。で、宛先ですね。メール、つるべ、tsurube@1242.com です。締め切りが10月7日月曜日到着分までということで、10月11日金曜日までに当たりパフォーマンスさんから、お支払い方法などね、詳しいことまたご説明をメールにてさせていただきます。ご応募お待ちしています、ということでした。もうそんな季節ですね。まあね、今もいろいろ考えておりますので、ぜひ見に来ていただきたいと思いますね、はい、ぜひぜひ、チラシなんかもぜひご覧になってください。いい感じですよ。これはね、チラシはね、もうすごいいいですよね、うん、これまあ、いずれこの構図の富もやりますけど、はい、今年はちょっとやらないんで、ということだそうです。はいはい、まあ、ぜひお越しいただきたいと思いますね。私は奥手つるべと、まだもうちょっとあるんで、あ、そうですか、メールも普通のメールもお待ちしていますね、鶴瓶さんに会ったとか写真を撮ったとか、はいはい、武器さんに止められたけども最終的には良くしていただいたとか以外にもお待ちしております。TSURUBE 鶴瓶アットマーク 1242.com です。メールはがき採用の方には吉幾三さんの作詞作曲、それはええねん、歌「笑福亭鶴瓶姉ちゃんへ」 CD をまだまだお配りしておりますね、お待ちしております。来週も収録で有楽町からお送りすることになります、はいはいはい、季節の変わり目でございます ね、体調崩さないようにして。そうですね、僕は声がこれはもうずっと治らないんで、ね、そうですね、ちょっと長引いてますね、はいはい、大事にされてくださいます、ね、一つ何かええのがあったらよろしくお願いします。ここまでは笑福亭鶴瓶と上柳雅彦でした。ではまた。それではここで日本放送ニュースをお伝えします。自民党の石破総裁は今日出演したテレビ番組で、次の衆議院選挙の時期に関し、早ければ早い方がいいと述べました。衆議院選挙は最短で10月15日公示、27日投開票が可能で、この他に10月29日公示、11月10日投開票の日程も浮上しています。また、あさって火曜日に召集する臨時国会で、野党が予算委員会での質疑を要求していることについては、党首討論を開催する可能性に言及した上で、身のある話ができるといいと意欲を示しました。こうした中、石破総裁は自民党の副総裁に菅義偉前総理大臣を充てる人事を固めました。また、新しい内閣の外務大臣に岩屋毅元防衛大臣を充てる方向です。このほか、三原淳子参議院議員を子ども政策担当大臣、
平正明広報本部長代理をデジタル大臣、緑川信秀国会対策委員長代理を復興大臣、安倍敏子元外務副大臣を文部科学大臣、木内稔元外務副大臣を経済安全保障担当大臣に起用する意向です。台風17号は小笠原諸島の近海を発達しながら北上し、明日にかけて小笠原諸島に近づく恐れがあります。気象庁は小笠原諸島では土砂災害に注意警戒し、強風やうねりを伴った高波に注意を呼びかけています。一方、強い台風18号はフィリピンの東にあって、今後沖縄の南を北上する見込みです。気象庁は来月2日水曜日から3日木曜日頃にかけて、暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方に接近する恐れがあるとして、強風やうねりを伴った高波に注意を呼びかけています。おしまいに、アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は28日、ロッキーズ戦に1番指名打者で出場し、5打数2安打で打率を3割1分に上げました。これで打率トップのパドレスのアラエス選手とは4輪差となりました。また大谷選手は盗塁を1つ決めて、今シーズンの盗塁数を58に伸ばしました。以上、ニュースをお伝えしました。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。続いて日本放送天気予報です。関東地方は厚い雲に覆われて、ところどころで雨が降っています。午後3時までの最高気温は東京都心で25度でした。各地昨日と同じくらいか低くなりました。この後も雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。そして関東地方、明日も雲が多く、すっきりしない天気が続きそうです。神奈川県や千葉県など南部を中心に断続的に雨が降りそうです。通勤通学の際は雨具をお持ちになってください。気温は各地今日と同じくらいでしょう。天気予報でした。ベリーベスト法律事務所より、 B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの奥村さん、お願いします。はい、高速道路の状況です。東北道は上りが栃木県の上河内サービスエリア付近で乗用車同士の事故のため4キロの渋滞、その先は羽生パーキングエリア付近に故障車が止まっている影響で12キロ渋滞しています。関越道は上りが埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に17キロの渋滞です。中央道は上りが神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで19キロ、国立府中インターで14キロ渋滞しています。大月インターから高井戸インターまでは2時間25分かかっています。東名高速道路は上りが横浜町田インターで25キロの渋滞です。東関東道は上りが湾岸市川インターで10キロ、常磐道は上りが柏インターで13キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの奥村でした。はい、奥村さん、ありがとうございました。ドライバーの方、この後も安全運転で。お聞きの放送は日本放送です。砂糖と健康セミナー、11月12日火曜日午後2時から横浜グランドインターコンチネンタルホテルで開催。司会は私、広田美由紀です。抽選で250名様をご招待します。応募は日本放送ホームページをご確認ください。ふさふろ情熱ラジオ、嬉しいですね。
念願のラジオパーソナリティ、いよいよ始まります。語り尽くします。日本で一番情熱的な番組を目指す泉ふさほの情熱ラジオは10月4日金曜日午後6時から。年齢を重ねると誰もがとっさの判断や反応が難しくなってきます。長年ハンドルを握ってきたベテランドライバーの皆様、慣れた道でもゆとりを持った安全運転で若いドライバーのお手本となる運転を、あなたを思う大切な人たちのためにも。JA 共済。最近美術館に行きましたか？箱根彫刻の森美術館でアートチャージ。東京からおよそ2時間ここは箱根彫刻の森美術館。箱根の美しい自然の中に展示されたダイナミックな野外彫刻を見てみましょう。これはオーギュスト・ロダンのバルザック像。ロダンはあの考える人でも有名ですよね。彼は近代彫刻の父と言われていて、日本の芸術家にも大きな影響を与えたそうです。庭園の中の彫刻を前から見たり後ろから見たり、天気のいい日は草の上に座って眺めるのもいいですね。休日に箱根の自然と本物のアートを、心を空っぽにしてのんびり過ごしてみませんか？箱根彫刻の森美術館。日本放送ラジオリビングおすすめ、美容と健康の必需品、食べるコラーゲン。使いやすい粉末タイプ、通常6袋のところ今だけ1袋特別増量、合計7袋で税込み7480円。詳しくは日本放送ラジオリビングで検索してください。